どうも皆さんこんにちは、イサムです。いつも YouTube を聞いてくれてありがとうございます。まあ、最近ね音声ばかりなんですけど、今日ねここで最後の、フィットネスジムアクションスタイルのレッスンがあるん でお客さん来るまで30分ぐらいね時間があるんで、まあせっかくだから録画をしようかなというふうに思ってですね今撮ってます。で今日はですね、まあ最近僕のことを知ってくださった方とか、最近こうジムのねレッスンを受けてくださった方、それから、まあ、僕は侍っていう活動もしてて、そっちで知り合った方が普段何してるんですかみたいなことをね結構聞かれることが多くて、その辺をちょっとまとめてですね動画に、してみようかなというふうに思いました。なので僕が普段ねやっていることを簡単に説明したいなというふうに思ってます。まあやっぱり YouTube と X と Instagram と、全部僕は使い分けて、やっていて、どれかだけを見てると他のことがね分かんなかったり、するなというふうに思ったんでね、これを話そうと思ったんですけど、まずね日本と海外でやってることがまず全然違います。まあ、いつかねつなげていきたいなと思ってるんですが、まあ、現在はね全然違ったことをやっています。で、まあ、いつもね録音の時に説明させてもらってるんですけど、日本ではですねフィットネスジム、アクションスタイルジムっていうジムを運営していて、僕もトレーナーをしてます。でこの場所和室は、まあ、お客様がここがねすごく近いので、ここのスタジオを予約してここでレッスンをさせていただくという感じです。でフィットネスジムなので基本的にお客様が来てくれる目的っていうのは痩せたいとか、何か運動したい、あと筋肉つけたい、座り仕事で体がガチガチだからほぐしたい、まあそんな感じ、あと健康を維持するために体を動かしたいんだとか、本当に目的は様々ですけれども、やることは基本的には同じですよね。まあ、運動していない、体を普段動かしてない方の体を動かす場所に、きっかけになりたいなということで、このアクションスタイルジムっていうのをね、作りました。で僕らはねもともとスタジオがあったんですが、コロナをきっかけにですね、今完全出張に、切り替えています。出張の方が需要が多くなったんですね。やっぱ来てくれるっていうことがありがたいって言われることが多くなったんですよ。ってなると待ち構えるスタジオっていうのは、まあ、あんまり意味ないなというふうに思ってですね、出張っていう形に切り替えています。例えばご自宅に行くお客さんもいるし、それから、職場に行くこともあるし、あとはなんだろう、まあ、こういうスタジオ、要は皆さんの住んでる、お家の近くの、スタジオまで僕らが行って、でそこで集合してレッスンするという形もあるし、まあ、いろいろ行くんですよ。本当に大学行ったり病院に行ったりそれこそタワマンのねついているジムに行ったり、本当に結構ね希望していただいた場所で、僕らがやるのは自重トレーニングって言ってマシンを使わないので、まあ、最後にねアクションを使ったミットっていうのを全身使うためにやるんですけど、基本的にはそれトレーナーがね道具を持っていくので、あんまりこう場所を選ばない、トレーニング内容になってるんですね。なのでどこでもやれるというのがまあ強みかなと。あとは例えば千葉に行ったり横浜の方に行ったり、大阪行ったりとか、もしています。それは出張なので東京ね出ていくので、まあすごくこう一日かけでね行ったりするんですけども、まあそういうこともやってると。あとはまあオンラインもやっています。オンラインだと例えば北海道とか沖縄に住んでる方もできるし、それこそね僕はよくベトナムとか海外に行くので、海外で知り合った方でやりたいなって方は、まあ必ずオンラインになりますね。だからオンラインっていうのは東京だろうが地方だろうが海外だろうがどこの人ともできる、同じようにできるっていうのがね強みかなというふうに思って、でまあそういうジムを日本ではやっています。でまあ僕がこのジムをやるきっかけになったのは、この膝をね膝の前十字靭帯を、まあ、僕断裂してまして、昔はねアクション俳優っていう仕事をしてたんですけど、
まあ、あるね、主演の映画のリハ中に、飛び三段蹴りっていうのをやってですね、あの着地で左膝の前十字を断裂して、でそこからですね、何しようかなっていうことで、僕日体大に通ってたんで、そのアクションっていうもので、アクションで基本的には俳優とかスタントマンとかが、やるものですけども、やっぱね、一般の方がやって楽しいっていうのは僕実感してたんですね。で、格闘技と違くて、こうパーンって速く打つんじゃなくて、こう大きくね、見せるためにやる動きなので、こうから動きがめちゃくちゃ大きいんですよ、うん、で格闘技やってる方とかは逆にね、あのやりづらいと思うんですけど、なのでその大きく体を使う、そうしかも見せるっていうのがアクションなので、綺麗にやらなきゃいけないと、その動きがすごく体に効くんですね。なのでもちろんレッスンの中には体操してストレッチをして、それからサーキットトレーニングって呼ばれる有酸素運動も、取り入れて、そして筋トレもしっかりやって、最後にアクションのミット、全身を使ったミットをやるというような感じの、一連の流れでですね、まあ、90分の、パーソナル、それからパーソナル以外にも、ペア、夫婦でやってる人もいますし、友達とやってる人もいる、 2人組、3人組、あと仕事仲間の方々、例えばグループレッスンで、ね、5人、6人で、やる方もいれば、それこそ企業に行って10人一斉でねトレーニングをするっていう場合もあって、結構ね臨機応変にあの対応できるようなあの形になっています。はい、まあそれが、日本でやってるフィットネスジム、アクションスタイルというジムです。あのよければ名前でだけでも覚えていってください。そしてちょっとでもね体を動かしたいなと思ってる方は、で、まあ、僕のことをね初めて知ってくださった方は、ぜひあの体験レッスン受けてほしいなと思います。やっぱりね、全てはきっかけなので、きっかけ、何かをきっかけに体を動かし始めて好きになる、このきっかけがなければ何も変わっていくことがないので、まあよければね、僕らがきっかけになれたら嬉しいなと思います。そして、うちにはね女性のトレーナーもいますので、あの女性のトレーナーがいいなという方は、そちらもねお問い合わせの時に言っていただければと思います。はい、で今ね、ちょうどキャンペーン中なんですよ、8月いっぱいなので、まあ、始めやすいかなと思いますので、ぜひお問い合わせください。そして、海外の方ではですね、着物を着て侍イサムって、みんな呼んでくれるんですけど、とか侍イサムとかホワイトヘアの侍、ホワイト侍とかあの言われるんですけど、僕海外行く時に、ね、大体白くもうシルバーに、ね、染めるんですけど、で海外に行って何するのっていうと、メインは、国家イベントとか、あとジャパンフェスとか、そういうフェスティバルとかに、出演して、まあ、刀のパフォーマンスをするっていうのが、メインの仕事になるんですが、まあ、いろんな国に行ってね、ただパフォーマンスやって帰ってくるのは僕はあんま面白くないなと思ったので、もうベトナムっていう国に絞ってですね、ベトナムにの人たちにもう認知してもらった上で、パフォーマンスしたり、認知をしてもらえればですね、我々がパフォーマンスとかない時にベトナムに行ってもみんな集まってくれたりとか、来て来てってみんな言ってくれたりとか、そういう状況を、作ってきました。なので例えば大学とかに呼んでいただいて、でスピーチしたりとか、あとはまあフォトセッション、写真を一緒に撮ったり、刀の体験をねしたりとか、そういう会に行ったり、あとは孤児院に行って、まあ、これ物資をね、我々の侍ギャングの売り上げの一部をね物資提供に当てて、子供たちと一緒に戯れるというか遊ぶ、あとは、まあ、我々のパフォーマンスもねもちろんやるんですけど、そういうの見てもらって触れ合うっていう活動も、やっています。ということで、海外ではですね、その侍の活動っていうのを、やっていて、で最近だとですね、結構海外の会社からその侍のアクションを作ってほしいとか、あのカメラを撮影してほしいとか編集してほしいとか、まあ、そういう仕事も来るので、こう侍アクションって呼ばれるもの、盾って呼ばれるものですかね、関連の仕事をね海外ではすることが多いです。はい、でこれは日本の YouTube なんですけど、海外の方は海外の方であの YouTube を作っていて、それはもう本当侍のことしかアップしない、YouTube です。で僕は日本ではね X は日本用、要はジム用ですね、
で、インスタグラムはサムライ用っていうふうに完璧に分けて、まあ、全然あの視聴者の方が違うので、まあ、海外の人にジムのこと話してもわけわかんないし、日本の人にサムライのことばっかり言ってもわけわかんないので、ちゃんとね分けて何をあげるかっていうのを徹底的に分けてね、普段やっています。で、日本では基本的には日本語で、僕は普段喋ってますよね。で、海外の方は英語で喋ったりとか、字幕をね英語とベトナム語をつけたりとか、そういう感じで、あの日本と海外っていうふうに分けて、活動しています。で、海外の方のインフォメーションで言うと、我々が、まあ、去年ね、ベトナムのザライショーっていうところで開かれる結構大きなマラソン大会があるんですけど、そのマラソン大会のアンバサダーに我々が、選ばれてですね、まあ、去年はね僕も行けたので一緒に行って走ったんですけど、で、まあ、前々からね、ベトナム行きたいなとか、個人にね一緒に行きたいなって言ってくださる方、そういう活動をしたいなって言ってくださる方がいたので、いつかね、まあ、僕が仕事の時は一緒に連れて行くっていうのは難しいので、いつかそのまあ僕が連れてってもらったお店だったり、見てきた観光スポットだったり、まあ、そういうところを皆さんにも紹介したいなと思ってたんですが、そのマラソンのアンバサダーっていう時がねすごくちょうどいいなということで、まあ、普段から僕らの侍の活動をサポートしてくれてる日本人の方が、ベトナムにずっと住んでる方がねいるんですけど、まあ、その方がいろいろ車の手配とか国内線の手配とか宿とかね、そういうの手配してくれて、ツアーっていうのをね組んで、で一緒にベトナムに行こうっていうのをね去年やってみたんですよ。そしたらそれがとても好評だったんで、今年もそのマラソン大会のアンバサダーに選ばれたので、そのツアーをね今年もやります。11月の17がマラソン当日なんで、まあ、15日出発の、18日の深夜便で、帰ってきて19日の朝日本に着くみたいな3泊4日のスケジュールで、そのツアーも、やります。なので、まあ、ベトナムに行ってみたいなって普段思ってる方とか、あとは、まあ、僕らがねやっている、個人の、活動を一緒にやりたいと、普段言ってくださる方が、まあ、こういう機会に、ね、行ける時になれば、それもきっかけだと思うんで、まあ、そういうきっかけに使っていただければいいなというふうに思ってます。はい、そちらも行きたいなという方はお問い合わせください。概要欄に全部貼っておきます。はい、という感じで僕が何をやってるかなんとなく分かっていただけましたかね。はい、まあ結構いろんなことをやってきて、まあ、最初はね本当にジムに集中してジムのことだけをやってたんですけど、まあ、そこからいろんなオファーをいただく中で、これはやってみたいなって自分が楽しいことだけをやってきて、まあ本当にやらなきゃよかったなって思うこともあれば、うん、やってよかったなと思うこともあるし、未だに問題を抱えてて戦ってることもあるし、本当にこう、まあ、いろんな思いをねしますね。新しいことをするっていうのは、で、分かんないことだらけだし、全然うまくいかないしねまあ大変なんですけれども、まあ僕にしかできないことを今やれてるなと思うんで、まあ、それを少しずつね、まあ、いろんな人に広げたいんですけど、やっぱあんまりね人と関わりすぎると、いろんな問題に発展したりするんで、そこがすごく、まあ、僕の課題かなと思ってます。人とやるっていうのはやっぱり、力にもなるけども問題にもなるし、まあすごく大変なことだなというふうには感じつつも、まあ、頑張ってやらないとなと、諦めずにねやっていきたいなと思っております。はい、ということで久しぶりにちょっと動画撮ってみましたが、あんまり画面見てるとねあんまうまく喋れないんで、また録音にね、日常に戻っていきたいと思います。皆さんいつも本当聞いてくれてありがとうございます。まあ少しでもね僕という人間を知っていただいて、まあ注目していただけるように、頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。それではありがとうございました。